1799年のアブキールの戦い、または第一次アブキール海戦は、エジプトシリア戦役中の1799年7月25日、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍が、サイード・ムスタファ・パシャ率いるオスマン帝国軍に決定的な勝利を収めた戦いである。その他のアブキールでの戦闘を特別して、アブキール陸戦とも言う。 フランス軍はシリアでの転戦から戻ったところであり、一方のトルコ軍はエジプトをフランスの支配から奪還するためにシドニー・スミスのイギリス艦隊によってエジプトへ運ばれてきたものである。サイード・ムスタファ・パシャはロシア軍と戦ったこともある経験豊かな指揮官であった。彼はフランス軍の邦人に対する騎兵の突撃が無益であることを知っていて、 浜辺の陣地に二重の防御線を築くことで対抗しようとした。ムスタファはこの陣地からエジプトへの侵入を果たせると考えていた。しかしナポレオン・ボナパルトはトルコ軍がそこから追い出されたらもはや行き場がないという戦術の欠陥を直ちに見抜いていた。フランス軍はトルコの陣地を攻撃してまだ完成していなかった第一の防衛線を経験と突破した。しかし、 第二の防衛戦は簡単に破れないと分かったので、フランス軍は一旦交代した。そこへ、それ以前のフランス軍との戦いで言ってきた通り、トルコ軍は陣地から出て、負傷者に止めを刺し、死者を切り刻み始めた。騎兵隊のジョアシャン・ミューラ将軍はこの機会を捉え、騎兵隊を率いて突撃し、遮兵物のないトルコ軍を速やかに駆逐した。ミューラの突撃は、 極めて早く、ムスタファのテントに飛び込んで、トルコ軍の指揮官を捉えると、サーベルでその指を2本を切り落とした。ムスタファもそれに反撃し、ピストルでミュラの顎を撃った。トルコ軍は強硬状態に陥った。多くの者が2マイルも沖合にある、イギリス軍艦まで泳いで逃げようとして溺れ、他の者はアブキールの砦に逃げたが、間もなく降伏した。トルコ側の損害は、 約8000、フランス側はわずか1000だった。この勝利の知らせはナポレオンが10月に到着するより、先に、フランスに届き、その人気をさらに高めることとなった。そして、総裁政府との間に、重大なトラブルの種をまく結果にもつながった。ABC コネリー、応援ブランデリングツグローリー、ナポレオン ?S ミリタリーキャンペーンズ、MD、ロマンリトルフィールド、 2006P55 から 56AB DURANT WILL ザエイジオブ・ナポレオンニューヨークサイモンシュスター 1975P113 マクリンフランク・ナポレオンニューヨークアーケード 2002P195 ハット ABC マクリンフランク・ナポレオンニューヨークアーケード 2002P196 マクリンフランク・ナポレオンニューヨーク アーケード 22P197 マクリンフランクナポレオンニューヨークアーケード 22P202 ありがとうございます。